VRH35ZVRH35 VR は日産自動車がルマン24時間レースでの総合優勝やグループ C 規定で行われていた世界スポーツプロトタイプカー選手権や全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権での制覇を狙って1989年に林義正らによって新開発された自動車レース専用のガソリンエンジンである。 1990年には排気量の変更やいくつかの改良を施して VRH35Z へと進化し、日産の1990年ルマン24時間ポールポジション獲得に貢献した。この時のエンジン出力は1200馬力以上とも言われた。1987年。 日産は R382 用エンジン GRX-3 以来のレース専用エンジン X30 を開発した。この新エンジンは1987年からの投入を見据えて GRX の開発にも関与した技術車両設計部の石川義和を設計主任として開発された。きっかけはプリンス自動車工業出身の中川良一専務がニスを 社長のナンバ安春にスカイラインのエンジンを作った男にレースエンジンをやらせようと言ったとのことである。しかし R382 の時のエンジンそのままの図面を書いてきたのを見てナンバーはこのような重いエンジンじゃ困るなと思ったという。実際に出来上がった、それは大きく重いエンジンでアルミブロックなどは大きすぎて日産系列の鋳物工場では手に負えず。 ホイールメーカーにて作成された。エンジンの完成発表会では素晴らしいスペックを公表した。プレスリリースによれば VG30 と比較して同じ燃料消費量で20%のパワーアップを実現。クーリングチャンネル付け強制冷却フラット乾面、ピストン、ナトリウム封入中空液ゾーストバルブなどによる出力と燃費の向上の両立。 出力は、ブースト圧0.8バールの決勝設定で700馬力、1.8バールの予選設定では1000馬力、などである。しかし、馬力、トルク、燃費などの数値は、基上の理論に過ぎず、中身の機構も複雑でトラブルを抱える、可能性が高くなっており、耐久レースで戦えるような、まともなスペックのエンジンではなかった。しかし、 日産が本気で耐久レースに挑戦しようとしたきっかけとも言えるエンジンである。その後、Y30 を搭載したマシンが全日本、スポーツプロトタイプカー耐久選手権に参戦したのだが、そのレース結果は散々なものであった。その後にスモスタッフの手により、様々な改良を受けたが、常用回転域が狭く、とても扱いづらいピーキーな特性のエンジンとなってしまった。 翌1988年、バイ30は、林義正に改良が委ねられる。当初林は、他人の作ったエンジンなど直せないと拒絶したが、難波より、とにかく壊れないようにだけしてくれれば良いからと、懇願され改良を受け負った。バイ30を見た林は、機構が複雑で古い設計のエンジンだと思った。部品点数が多くなれば壊れる箇所が増えるのに、 それらを考慮した形跡が感じられなかった。まずは燃費を向上させるため、ヘッド周りを改良したと当時を改装している。バイ30のヘッドは、バルブハサミ角が大きく、コンパクトな燃焼室で出力と燃費を両立するという、現代の設計思想には合っていないものだった。こうして、林により、様々な改良を受けて、VRH30 へと進化し、 R88C に搭載され、レースへと投入された。また、1988年からは、VRH35 の新規開発がスタートした。また、VRH30 の改良型として1988年の JSPC のシーズン終わり頃に、3.4リットルまで排気量を拡大した VRH30A エンジンを製作したが、 上司にうるさく言われたためそのことは伏せられており、そのため VRH30AM 人ンンは、通常なら、排気量を表す2桁の数値が34ではなく、30のままとなっている。1989年、VRH35 は完成し、R89C に搭載されて、JSPC、WSPC、ルマン24時間レース等へ投入された。 またエンジン変更とともに、それまで使われていた市販のマーチ製アルミニウムモノコック車子から専用に新開発されたローラ製カーボンモノコック車子へと変更された。このマシンの特徴はエンジン本体をストレスマウント化して利用するというものであった。当時すでにイ一などのフォーミュラカーではよく使われている手法であったのだが、 プロトタイプマシンではその手法はほとんど取られていなかった。これは、林義正による提案によるもので、ローラ側から、その提案に対して、あんた、義は、確かか、とも言われたが、最終的には、ローラ側がその意向に従う形となった。ちなみに、1989年のルーマン24時間レースへ、投入されたエンジンは、上司の干渉によって、 林が考えていた内径工程にできなかった。その後、VRH35Z になった時に、林が予定していた内径工程となった。最大の目標としていたルマン24時間は、WSPC に組み込まれていたこともあり、WSPC が前線参戦を義務づけていたことから1989年、1990年の世界選手権シリーズに、 日産モータースポーツヨーロッパチームが R89C 及び R90CEK にこのエンジンを搭載し、全線参戦することになった。5000km 以上を走るルマンも500の 1000km の世界選手権シリーズのレースも、それぞれ専用にエンジンを作り分けることはせず、基本的に同一仕様のエンジンが使用されており、オーバーホールも ルマンを除き数レースに一回で済ませるなど、エンジン本体の耐久性は極めて高く、他のメーカー系チームが専用の高出力エンジンを投入する短距離レースでも骨格以上の出力を発揮していた。日産チームを取材した外国記者はレースごとに分解整備をせず、数レースにわたってマシンに搭載されたままで、いつも薄く、誇りを被っている VRH35 を ミラクルエンジンと評したという。日産は1990年のルマン24時間レース完全制覇のために10台ものマシンをルマン24時間に送り込み、そして1200馬力以上、最高回転数 9500rpm、圧縮比7.6、ブースト2.0バールの出力を誇る予選用スペシャルエンジンも用意した。これは当時、 日産モータースポーツヨーロッパの監督をしていた、イクザワトールから林に対して依頼があり制作された。しかし、準備期間の不足などにより一機しか準備できなかった。林はこれをニスモンのマシンに積み、星野和義の予選スーパーラップ用として使って、欲しいと考えていたようだ。というのも当時、日本に出稼ぎに来ていた外人レーサーの間では、星野は、ある意味、 伝説的な存在となっていたためだ。日本には星野というとんでもなく早い親父がいると彼らは言っていたと伝えられている。その星野にこのエンジンでポールポジションを取らせれば伝説の日本人レーサーがルマンで牙を剥いたと最高の演出になると考えられた。そこでまずはニスモ側が使用の希望を聞いたのだが彼らはその意味を理解せず希望もしなかった。 また、アメリカから参戦したエレクトラモーティブのドン・デベンドーフにも存在が伝えられた。ドン・デベンドーフも教えてくれてありがとう。しかしうちはスペアカーもないし必要ないよと言ったと伝えられている。こうして一機だけ用意された予選用スペシャルスペックの VRH35Z は実際に同エンジンを使用した日産モータースポーツヨーロッパチーム以外に その存在がほとんど秘密になっていたため、日産のチーム間の不協和音は増すことになる。結果的に日産勢は、予選2日目は、マーク・ブランデルラが乗る3号車の R90CEK が、前日を6秒も上回る3分27秒02で、日本車初のポールを獲得し、決勝では、深夜から朝まで首位を改装するも、ミッショントラブルや燃料タンクからのガソリン漏れ、さらには、 ショックアブソーバーが根元から折れるという珍しいトラブルも発生し、次々と脱落する予想外の展開になった。結果ニスモから参戦した日本人トリオによる総合5位獲得にとどまった。このレースではニスモチームの23番車が直線最高速度時速 366km を記録、序盤のトラブルで出遅れたムップイチームの84番車が 本戦ベストラップタイムを記録している。VRH35Z は、ルマン24時間や、WSPC 以外に、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権で活躍し、1990年から1992年にかけて、チャンピオン獲得に貢献。1992年には、なんと6戦全勝という輝かしい成績を残した。また、 VRH35Z は国際レースでも活躍し、1992年のデート二24時間レースでは R91CP に搭載され、総合優勝を飾った。しかし、JSPC は1992年限りで消滅し、1993年の鈴鹿 1000km を最後に VRH35Z は使われなくなった。 1992年は JSPC が最後の年ということもあり、どこまで予選用エンジンの馬力を上げられるかという挑戦が行われた。それまでの予選では1000馬力程度の出力で行っていたところを推定1200馬力以上の出力を出して予選を行った。このエンジンを用いて旧富士スピードウェイにて予選を行った際、 超ハイグリップな予選用タイヤである、旧タイヤを履いた状態でも、最終コーナーで4速と5速でもホイールスピンを起こし、ブラックマークをつけていたそうだ。後年に、長谷美雅サは、雑誌のインタビューで、あのパワーは、回1以上。こんな加速、速度を経験したのは、世界中で僕と星野の二人だけだろうと語った。JSPC は二人のドライバーがコンビを組んで、 行われるレースだが予選のタイムアタックはそのコンビのうちのエースドライバーが担当していた。日産はエースドライバーを23号車、星野24号車をハセミとしていた。星野もこのエンジンのあまりのパワーに僕はこのエンジンですぐにはタイムアタックには入れなかったと語っている。あまりのパワーに星野、ハセミの二人とも 10から20分ほどの心の準備時間が必要だった。1992年使用の予選エンジンを搭載した日産 R92CP が旧富士スピードウェイにおいてスピードガン測定で速度時速 400km 以上を記録しており、その事実は林、水野ら複数の関係者が認めている。また、当時にスモの監督を務めていた水野和都氏によれば、 ドライバビリティを重視し、決勝でのエンジン出力は発表当初の900馬力より少ない状態にし、1991年仕様で約600馬力、1992年仕様で約720馬力程度に抑えられていたとのことである。当時ドライバーだった星野和義は、レース後のインタビューなどで、僕らのエンジンは、本当は 5000cc くらいあるんじゃないか、などと評しており、 非常に扱いやすいエンジンだったことが伺える。その後、日産は1995年1996年と、再び、ルマン24時間レースに、スカイライン GT-R で挑戦したが、その他のマシンに対して明らかなポテンシャル不足で惨敗。そこで、日産は、トム・ウォーキンショーレーシングの協力のもと、新たな GT- マシンである、日産 R390 の開発に着手。 その心臓部として VRH35 が選ばれ VRH35 リットルとして再びルマンのヒノキ部隊へ登場する。しかし実態は若干の変更のみでグループ C 時代に使われていたエンジンにただリストリクターをつけただけのものであった。その理由として開発期間が短かったことや予算が車種開発にほとんど回ってしまったことなどが原因として挙げられている。 1997年のルマン24時間レースでは予備予選でトップタイムを出すほどのマシンポテンシャルを見せつけるのだがその後レギュレーション解釈の違いによってトランク部の改造を余儀なくされトランスミッションの冷却がうまくいかなくなりトラブルが続出してしまい不本意な結果となった翌1998年のルマン24時間レースは 他のマシンに対して明らかなポテンシャル不足で一発の速さが不足していた。それでも手堅いマシン作りで信頼性に優れ、着実に24時間走りきり、日本人トリオの手によって総合3位を獲得した。2002年までインディレーシングリーグへ VRH35A というエンジン名で参戦していたが、これは1989年に開発された。 エンジンベースではなく、1999年のルマン24時間レースに参戦した R391 用のエンジン VRH50A がベースとなったものである。また2010年よりスーパー GT GT500 クラスに参戦する日産 GT-R に搭載される VRH34A も市販車用がベースのエンジンとされており、本エンジンとは関係がない。 ありがとうございます。